はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思うんですけど、またやっちゃいましたね。あの OBS っていうものを使ってね、まあ動画投稿者さんとか、まあ配信者さんとかはやってるんですけど、私ねまたあの録画ボタンをね押してなくて30分ぐらい喋ってましたね。本当にね、もう本当に許せない。はい、まあそんな感じでね、今回は苦労をやってみようというふうな感じです。まああのなんでこれ使うかっつうと、そもそもちょっと時間がなくて、簡単に勝てるデッキがいいなと思って、黒を使いました。ちょっと緑とか使うとね、もしかすると次元とか当たった時にもう時間だけが費やされちゃうなっていうところあったので、まあ黒でババッパパッパッパッというふうな感じでね、撮ってみたというふうな感じです。で、久しぶりにもう黒を使ったんで、楽しかったですね。はい、もしよかったら使ってみてください。紹介します。黒 GT、ギル2枚、悟空4枚、誰かわからない、パラパラブザーズ4枚、サタン4枚、カカロト4枚、セリパ4枚、パン3枚、悟空4枚、バーダック4枚、ゴッフォー4枚のバーダック4枚、スパコン4枚、ジューベイカメハメが4枚って感じです。敵の使い方など試合見ていただければ、それではどうぞ。はい、マッチング出しました。今回はね、黒をやってみようかなというふうに思います。で、まあなんでやったかというと、まあ冒頭でも話したんですけど、ちょっと時間がなくてね、今なんかもう動画を作って2、3本作ってんすよ、マジで。裏でショートも作ったりね、バカじゃないのって思うよね、本当に。あの仕事してんすよね、マジで。ニートじゃないからね、フリーターでもないし学生でもないから。そうで、このカードゲームってめちゃめちゃ時間かかんじゃん、1試合取んの。アホみたいに1試合長えから、うん、長えからさ、もう動画撮る時間が今ないのよね。だからちょっとあの黒ってやりました。はい、まあ、簡単に撮れるかなと思って。ちょ、他の色だと、まあ、対面有利やらなんやらあるからね、ちょっと、まあ、黒はどっちかというともう上振れ最強だから上振れてほしいなっていうような感じでやりましたね。うん、そうで、まあ先行でだったんですけど、シカイとカカロット引けるところもね、まあええかなっていうところですね。で、こっからね、もしベジータがなんだ、サンコスのトランクスと、あと、イカズチとか、カマとか、持ってなかったら、もうこっちがほとんど勝ちですからね。うん。もう、負けたらあかんよって感じだからね。はい。さあ、相手はじゃねえわ。殴って、こんなものか。さあ、4コスの GT5 グ出していく。さあ、3万でぶん殴って、まあ相手は、トランクス持っているのかというところですね。持ってなきゃ勝ちだぜと。あ、まあ勝ちかわかんないけど、かなり有利に持っていけるよというふうな感じですね。で、ゴッフォーまた引けていくと。ほんならね、相手ブルマ出してきたので、まあトランクス持ってないんちゃうかなというところが見えましたね。はい。まあただブルマ出したのはいいですけど、ブルマの登場時の効果が使えなかったっていうところは、痛いよね、相手目線はね。かわいそうだなっていうところですけど、まあこれ勝負なんで仕方ないなっていうところでね。はい、さあ、くたばるのはあなたです。うん。さあ、で、トランクス。まあ、こっからはまたゴッフォー出してというふうな感じですね。で、これね、間違えてね、1コスの方送っちゃいましたね。これ、ゴッフォーでもよかったかなというふうに、後々か、反省してます。はい。で、あと、1コスのね、ドローカードが引けていればうまいんですけどね、ここちょっと、1コスもったいないことになっちゃうんでね。うん。まあ、GT 極で、3万の連打で芝居ていく。まあ、ここ守るはずないからね、相手目さんは。はい。で、まあ、次のターン、相手が、この盤面を処理するには、カマ、持ってないときついっすね。まあ、持っているタイプなのか、入っているデッキなのかというふうなところですけど、うん。さあ。でも最近、ファイナルホープスラッシュとか入っていてね、なんだ、カマを入れるところを割いているってところはありますよね。まあ、逆にギャリコを、咲いてる場合もあるか。はい。
で、まあ相手は4万で殴ってきたので、ここはしっかりと守っていって、さあピラフ、まあ、ピラフとピラフでなんだろう、はい、乗っけてくんのかなと思ったんですけど、特に乗っけてこずでしたね。うん、くたばんのはあんただ。さあギル、はい、まあ、ここはギル出さずに、悟空でぶん殴りました。まあ理由としては、手札相手8枚あって、盤面も今ピラフいたんですけど、まあこれ1コス使わない代わりに、はい、バーダック出して、そっからまた4コスのね悟空を展開することができるんですよね。まあなんでこっちの方が強いでしょうというふうなところですね。うん、まあ相手目線、カマ今持っていないっていうところも分かってるので、まあこの盤面を返すためには全ちゃんぐらいしかないかなというところですね。うん、はい、まあ相手スパコン持ってんならここでスパコンはたいてくるでしょうと。はい、スパコンはたいてきましたね。こんなものか。さあここ3万でぶん殴って、まあスパコンあるならまたスパコンはたいてくるのかなというところですけど、はい、スパコンはたいてきましたね。さあまたここ2万でぶん殴ってと、まあ3万にする必要ないからね、ここは。はい、で3万で守ってきてと、はい、で2ドローで手札は9枚、かなり理想的ですね。うん、さあ覚悟はいいか。相手は2万で殴ってきて、まあ全ちゃんかなというところですね。さあはい、全ちゃん来ましたね。まあ消えちゃうのは嫌ですけど、特に問題はないんでね。はい、でここ1万コンボで逃げてって、相手のリーダーが攻撃してくるようであれば、はい、おっと、この俺が相手をしてやる。まあ食らっちゃえばいいだけだからね、食らっていきましょう。俺を止められるのか。さあ進んでやるよ、止まんねえよ。はい、でここ10米カメハメハが引きました。でカカロットを送ってしまったんですよね、ここ。まああのなんでか言うたら、10米カメハメハじゃなくてカカロットを送った理由は、まああの次の次のターンぐらいに相手がピラフをめちゃめちゃ横に展開してきて、耐久してきた時に、まあ2枚除去できればいいなっていうところで残しちゃいましたね。うん、まあ、ただカカロットじゃなくて、まあ、他の3コスのこの悟空とかでもよかったなっていう風なところですね。エナジーマーカー貯めてくれるので、あいつちょっと必要ではありましたね。でまあここは3万で攻撃して、はい、でバーダック出して、はい、覚悟済んだなっつって、でバードックに乗っけて、はい、4万で殴っていく。まあここが通るのかというところですね。はい、通りましたね。なのでもう次のターンからは5コスのバーダックで終わらせていこうというところですね。でただ先ほど話したんですけど、まあここでねカカロット持っていればバーダックに1万5000乗っけることもできたので、ちょっともったいないですよね。うん、今の動きね。さあもうライフ2というところなので、かなり厳しいというふうな感じですね。で相手全チャンで殴ってきたので、ここはしっかりと守りましょう。うん、まあ守ってしまえばもうほとんどね勝ちが近いのでね。はい、で3万5000で殴ってきたので、ここ通すんちゃうかな。はい、守る必要ないからな。ほんならね、ファイナルホープスラッシュを切ってくれたので、もうここ通すまんま、通す気まんまだったんですけど、はい、余計通そうと。さあ相手ピラフ、まああのベジット持ってなかったのかよう分かりませんが、ベジットではないと。まあただベジット持ってたのかもしれないですね。はい、持ってましたね。まあなんでベジットじゃないか言うたら、多分こうピラフで横に展開してコンボ値を横に並べたかったというところかな。うん、はい、で相手はビーデルで、顔面縛ってきました。はい、これ嬉しいですね。まあ盤面のなんだバーダック殴ればよかったんですけどね、相手は。はい、でトランクスで、ワンドロー
で、コンボチかなんかを取りに行ったって感じですね。はい、さあ、まあ、ここは2万で殴って、10米カメハメはいらなかったので、まあ、送ったんですけど、10米カメハメが引けたというところですね。さあ、こんなものか。さあ、3万で殴って、相手どうコンボしてくるか。はい、盤面のピラフと手札の5000で、はい、節約していく感じですね。まあ、なので、1コスの、はい、10米カメハメハを使いつつ、バーダックで、2万で殴っていく。まあ、ここが通ってしまえば、3コスの悟空から、バーダックで勝てるので、はい。まあ、ここ守ってくるなら、あとはね、はい、1コスで確保すんだな、つって、1万バフ乗っけて、あとは手札のコンボをオールインすれば、はい、もう、GG ですね。はい。はい、マッチング出しました。まあ、今回ね、2試合しか取れてないので、で、最後の試合が、こちらですね、緑です。はい。付き合ってやる。はい、付き合ってください。うん、で、また先行という風な感じで、最悪だなと思ったんですけど、マリガンしたら最高の手札が来たんで、もうここ、ウハウハでしたね。さあ、キャキャロット。さあ、キャキャロット出しますけど、パラッパパラッパーパパラララララ遊んでやるよ。はい、まあここ普通に通しますよね。でブルマンちょいめんどいですね。ちょいどころじゃないですね。で、こっちは送りつつ、3コスの悟空を展開していくというような感じかな。はい。これさ、今のところさ、あれなんかな、バーダックの方が強いのかな。どうなんですかね。ちょっと分かってないんですよね、正直。遊んでやるよ。バーダックの方が強いのかな、わからないどうなんだろう、教えてほしいね、ここら辺。今バーダック出したからね、バーダック出して、2回殴ってライフが5、そっからまた3万で殴って、そうだよね、だってここ動き止まるもんね。だからバーダックの方が強いのかな。まあ、うん、そういう風な話をしてるのもあるんですけど、ただ相手の動き見ると剛腕使えなくてめちゃめちゃ弱い動きですね。ブルマで2回ね、ディスカしてワンドローしてるんですけど、まあラディッツも剛腕も引けなかったというところで、まあ、ここの勝負は本当勝たなきゃいけない勝負ですね、うん、でまあ普通だったらここ5-4出さないと思うんですけど、まあ相手ブーストできてないっていうところあって、まあここはもう5-4出していいよねという風なラインですね。うん、こっちの方が圧かかるんで、はい。さあ、お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出すか。はい、で4コスの人造人間出していきます。どうなんだろう、やっぱさっきのところ2ターン目の時にバーダック出してガッカー行った方がいいんだろうな。で3コスでやって、遊んでやるよ。ああ、そうだね、多分そうかもしんないですね。なるほどな。3バーダック3悟空4悟空かが強いのかもね。だ強いな、その動きな、めちゃめちゃ。ああ、チートやな。ちょっとやってみよう。はい。で、相手の動きは全然強くないですね。はい。覚醒してきましたけど、まあ、顔面は詰めないってことは分かってましたからね。はい。助かりましたね。で、1コス使って、まず、ワンドローして、で、そこから3万で殴って、
で、ここからずっと3万で攻撃する感じですね。はい、また3万使って、あ、3万で殴って、はい、相手は、3万5000で守って、で、ここでバーダック出すなんてね、ナンセンスですね。まあ、なぜか言うたらわかると思うんですけど、はい、肋骨の35号が出てきてしまうので、あまり美味しくない。なので、まあ、ここはゴッホーの方がええやろというところですね。しっかりとゴッホーで出して、はい、3万。で、スパコン1枚はたかせる。残念だったな。さあ、で、盤面の5000、1万を使って3万でまた殴ってくる。で、相手にスパコン使わせる。いいっすね。で、2ドローと。残念だったな。まあ、ここでね、コンボでいっぱいリソース使ってしまったんですけど、はい、ゴッホーの効果でしっかりと回収することもできると。強いですね。はい。で、相手は盤面取ってきましたね。まあ、盤面取るとかではなく、まあ、顔面を詰めたくなかったというところですね。はい。まあ、ここはコンボでしっかりと見ましょう。で、相手取れるとしたら、ゴコスのご飯と、あとはビッグバンしかないかなというところで、相手は4コスの35号が出てきました。まあ、あとはビッグバンか、ゴコスかなという感じですね。はい。さあ、亀仙人。あれ相手さ、ビッグバンアタック取ってなかったんだね。うん。まあ、これはもう完璧 GG ですね。はい。いいぜ。